本当に就職できないかもしれないんで、今からちょっと内定を取るにはどうしたらいいかなっていうのが煽られるんですよね、就活って、うん、就活でなんか本当大手入んないとダメだよとか、東大京大の就活人気企業ランキングトップ20ぐらい、書類で言ったら僕多分半分ぐらいは通ってるんですよ、転職で、高卒でですよ。どうもシャンです、こんにちは。はい、ということですね、今回は就活相談企画ということで、実際の就活生のお悩みを山下さんに解決していただけたらなと思ってます。山下と申します。僕はですね、新卒で、自動車部品の、会社に入った後、自動車メーカーのスバルといったところを得て、コンサルティングファームですね、を2社得て、今現職の会社、合計4回転職して今5社目というような経歴になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今回相談していただく就活生の方、簡単に自己紹介お願いします。模型斜めをまっすぐに大学生 YouTuber の獣です。現在は就活生22卒なんですけど、未だにちょっと7月なんですけど内定がゼロっていう状況が続いてまして、今後ちょっと内定を早く取りたいなっていうのが今一番の課題なんで、ちょっとそういうところを中心に今回お悩み相談させていただきたいなというふうに思います。じゃあ今の就活の状況はまだ内定がないっていうところだと思うんですが、行きたい企業とか行きたい業界とかって今決まってたりしますか？まず最初に就活始めてからその営業を中心に見てたんですよ。最近はその営業のところとかも何社か受けたんですけど、ちょっと全部ダメで、最近は金融系の方にちょっと変え出して、営業と金融をメインにやろうかなっていう感じですね。その就活の視聴者の方でも、その失敗をしてしまって、もしくは落ちてしまって自信がなくなるっていう方多いと思うんですよね。山下さんご自身も、もともと最初からすごいいい会社行ってとかっていうキャリアではないってご自身で先ほどおっしゃってたと思うんですけど、そこから自分の納得いくキャリアを歩む上で、どういうふうに自信をつけていったのかっていう話をお聞きしたいです。よく煽られるんですよね、就活って、就活でなんか本当大手入んないとダメだよとか、誰も知らないような会社行ったら負けだよみたいな、全然そんなことなくて、どこからでも、ルート的には大体の会社には行けるんだろうなと思ってます。転職って基本的に僕これできますがベースなんです。なんか僕こういう人間ですとかよりも、僕これできるんであなたの会社でもこれできますなので、割とその明確なんですよね。新卒ってこれできますってなかなかないと思うんですよ、なんかインターンとかですごいずっとやってたりとか、自分で会社を起こしたりするとこれができますってあると思うんですけども、意外とそういうこれできますを増やしていけば転職ってできるので、ファーストキャリアにそんなに僕は悩まなくていいかなって思ってます。極論一番最初は中小企業の工場とかで大事なんですけども、工場の生産性をちょっと上げれば評価されるよねとか、なんかそういった小さな積み重ねみたいなところをやってきたというような感じですね。で、それで自分がその会社の中で一番できる仕事が一つでもできたら、僕これできますっていう形になるじゃないですか。ファーストキャリアそこまで意識しすぎない方がいいっていうのは、はい、ちょっと気持ち楽になりますね。そうですね、最初本当に今のキャリアで頑張らないといけないみたいな印象が多分就活生ってあると思うんで、そこはあんまり気にしなくていいっていうのは本当に楽です。全然気にしなくていいと思いますよ。財閥系企業にどうしても入りたいだったら、新卒カードっていうのはないと厳しいかもしれないですけど、そういう話じゃないですよね、獣さんの今の話だと。であればなんか別にそんなに、東大京大の就活人気企業ランキングトップ20ぐらい、書類で言ったら僕多分半分ぐらいは通ってるんですよ、転職で。で受けてない企業もあるんですけど、内定自体も 5,6 個ぐらい取ってるんですよ、高卒でですよ。なんで転職でも就活の人気企業って入れるんですよ。そういう事例が、世の中、僕だけじゃなくていろんな周りにも専門短大卒でガーファいますみたいな人とか普通にいるんで、そんなに気使わなくてもいいかなと思いますね。みんな煽りすぎですね、新卒。確かに、いや聞いてよかったわ今の話。4月とかやったらすごい多くの中から選べると思うんですけど、7月とかになるとどんどん狭まってくると思うんで、こっからどんどんその時間が経っていって、秋とか冬に行くともっとここよりさらに狭まるわけじゃないですか。そうなってしまったら本当に就職できないかもしれないんで、本当に今からちょっと内定を取るにはどうしたらいいかなっていうのが悩みですね。結構リアルなあの悩みだと思うんですが、ですね、今の獣さんの悩みの大きい枠の分解すると、やっぱり行きたい企業、ある程度興味ある企業が見つかっても、それに受かるかどうかのある種の悩みだと思うんですよね。面接の通過率を上げる上で
この短い時間で印象を上げる上ですごい大切なこととかを教えていただけたらなと思ってます。なんか面接って僕が相談受けた時に言われるのが、うまくいったって思う面接ほど落ちてるんですよねみたいな。どうですか獣さん。最終面接にさえたどり着いたことがないんで、その基本的に1時とか2時で落とされるんで、画面越しやったら結構喋れるんですけど、そのリアルで会うと僕がほんまにちょっと全然あんまり喋らなくなるんで、多分そこがちょっと課題かなと思いますね。面接っていろいろ準備して臨むじゃないですか。結局コミュニケーションなんですよね。聞かれたことに、まあ、ちゃんと回答できるかとか、ピンポイントでそれに答えてくるとか、まあ、短い言葉で返せるかみたいな、結構準備を、まあ、しすぎちゃってそれを暗記して喋るみたいなところっていうのは、なんか結構僕はあんまり良くないかなって思ってますね。喋、うん、ることを決めてるってなると、喋れないってなった瞬間にこう、あ、これミスったってなると、そこであ、やべってなっちゃうじゃないですか。そうですね、はい、頭飛ぶというか。あ、そうそうです、はい、なんかそういうのが出てくるよりは、なんか大枠こういう話みたいなところを考えて持っていく方がコミュニケーションという面ではいいのかなと。ちなみにその面接でのコミュニケーション力を上げるために今からできることとかってありますか。一番面接の円滑に進める方法の一つとしては、あらかじめ質問来そうな話をむっちゃ用意しとくみたいな、自分のペース側に引き込むみたいな、うん、結構聞かれたことに全部答えますっていうよりも、なんかちょっと面白そうなエピソード入れておくとか、うんうん、っていうのをやると、なんか相手からすると、それどういうことみたいな、でそれどういうことってなる話って、まあ、割とこっち側が聞かれたことをどんどん説明していくし、こっち側のターンが多くなってくるんですよね。でそういった形でなんかこう相手側の質問をある程度こっちがコントロールするみたいな質問を準備しておくといいのかなと思って、例えば僕とかだったら22歳の時とかに海外の視察行って、で2人とかで海外工場を立ち上げましたみたいなってなると、え、なんでそのことやってんのみたいな、こう分かりやすい質問が来るじゃないですか、うん、え、なんでそのポジション行ったんですかとか、うん、想定質問みたいなのを対して回答をするじゃないですか、うん、それは用意するんですよみんな、うん、こっち側が。例えば20分とか30分って決まってたら、話が弾まないと10個20個とか質問受けるようになっちゃうんですよね。じゃなくて、なんかもうこっちがいっぱい言いたいことで、こっちが印象に残りそうなことを組み立てていくみたいなっていくと、割と相手の質問に対して答えつつもこっちのペースに引き込めるみたいな。主導権を就活生が握るために、なんか一つ引きのあるエピソードとか強いエピソードを持っておくといいっていうことですね。ということで獣さん、はい、今回の悩み相談に関しての前田さんの回答の感想を最後にいただいてもよろしいでしょうか。ファーストキャリアをその大事にしなくていいっていうのが非常に勉強になりましたし、今後はそういう感じで就活進めていけたらいいと思いますね、はい、そうですね。なんか獣さんの短期的な就職活動だけじゃなくて、あの人生がより幸せな方向に行ったら嬉しいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、獣さんと山茶さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。